自己紹介をお願いします。有吉まなみです、はい、そこ考えた12月まで主婦でした。主婦、はい、でした、でした、あ、今もほぼ主婦です主婦やってました、はいはい、ご家族の構成言えますか。夫と息子が3人3人も、はい、3人の子育てってそれ単品でもうなんかすごく大変そうですけど、うん、大変そうですよね。どうでしょうご自身。もうだいぶ大きくなってきたので。おいくつぐらい。中学校2年生と小学校6年生と小学校2年生。あ、じゃあもう学校行ってるんだったらだいぶ、うん、だいぶもう手が離れてきます、うん、これまではどんなお仕事されてきたんですか。すごいいろんな仕事してきたんですよ。あ、よし、教えてください。いいんですか、はい、すっごいいろんな仕事してきたんですけど、はいはいはい、学校卒業してすぐはデザインの学校卒業したのでパタンナーっていう洋服の型紙を作る仕事をちょっとだけしてたんですけど、はいはあはあはあ、それなかなか世にない職業ですね。あ、本当ですか。あのファッション業界、あ、服飾系出たら割とある、はい、デザイナーかパタンナーかみたいな感じ。パタンナーっていうのは生地の型紙作る人。型紙を作る人、はい、あ、へー。その後辞めたんですよね。で、はい、実家に1回帰って帰ってる時になんか近くの子がテレビに出たって話を聞いて、はいはい、テレビ出たいなと思うんで軽いですね結構でテレビ局のオーディションとか受けに行って。オーディション、はい、しばらく、レポーターとかラジオのレポーターとかはやってました。山口県でそれオーディションレポーターのオーディション、うん、はい、まあ、CM のオーディションとかいろいろ受けてやってました。楽しかったですけど、ね、その時は、はい、まあ、キャスター、レポーター。ああ、そう、レポーターのオーディションだったんですけど。そうなんですね、うん、で、その後どうしたんですか。その後、そうですよね、その後結構いろんな仕事をして花屋でバイトしたり。え、レポーターやってからも。あ、レポーターをやってる途中に、うん、あのそれだけじゃ収入が少ないので、レストランでフロアやったり、はい、結構いろいろやりました。子供写真館で、はい、別にオーディション受かったからってそんな、あ、なんか華々しくない、華々しくない、全然華々しくなかった。地道な感じ、本当その一つの番組、一つの番組を。あ、単発なの。そうなんですよ、一個一個。あの就職ではないので、フリーで行くので、はい、フリーってやっぱそういうの大変ですかね。大変でしょうね。なんかまあ私はちょっと本当にお遊び程度しかやってなかったので、ね、曲穴とかだったらね、そう、うんうんうん、就職してるわけだから。そうなんですよ。いいですけど、うんうん、いいです。まだ未だに就職してちゃんとやってる方もいらっしゃる。もちろんやっぱフリーだとやっぱ大変ですよね、その、まあ、フリーでもつながってる方いらっしゃいますけどね。あ、そうですか、うんうん、私は終わりましたね。で、ご結婚はどのタイミングでされたんですか。結婚は、どのタイミング、そのレポーターは、まあ、もう終わってます。終わってから、うんうん、そう、もうこれはやめようと思って。結構再現 V とかもやってて、真夜中まですごい再現、映像系ってなんか大変そうですよね。そうそう、大変だったので、うんうんうん、そうなんですね。で、ご結婚されて、はい、そこからは子育てに集中されてた感じ。集中してましたね、すっごい集中してました、うん、どうやったら子供はいい子に育つかみたいな一生懸命考えて、すごいもうなんかもう家庭の中でもう本当もう悶々とする子育てとかしてました、ね。あ、なるほどね、はい、まあ、いわゆるって言ったらあれですけど、まあ、普通にこうというか、うん、主婦というか子育てがやられてて、うん、でまた働こうと思ったわけですよね。そうなんですよね、うん、そう、なんか家の中で何かできないかなと思ってネットで手作り品とかを作って販売してたんですよね。なんかいろいろやってますね、本当ね、はい、そうなんです。まあ、でもそれは多分一番最初のパタンナーっていう仕事が生きて、その型紙を作って、なんか今移動ポケットとか子供用のレッスンバッグとかそういうのを手作り販売する際って販売してます。それは販売サイトは自分で作ったわけじゃん。サイトはもう今時あるこう、ね、大きな、いいんですか、ミニとか ありますねそう、登録して自分の出品みたいな感じにして、はいはい、そうです、そうです。結構売れたんですか。うんと、まあ、出せば売れる、まあ、出すスピードが遅いんですけど、出せば売れる、出せば売れる。で、だんだん、うん、物がなくなってきて、もうオーダーしていただいてから売るみたいな感じで、もうだんだんそれも間に合わなくなって、なんかもうだんだんね、あんまりにもお値段が安くてちょっと疲れたな。 あんまり高くは売れないんですか。じゃあうんと、その子はね、人気っていうか供給が追いつかないんだったら値上げとかって、値上げすればよかったんですけどね、うんうんうん、その当時はそういうことも思いつかず、なるほど、はい、やってなかったですね。
一生懸命作ってました。もう移動ポケットだけで多分 2,300 個は作ったと思います。ああ、そうですね。でそんな中で、うんうん、なんでセールスライターっていうのを目指そうと思ったんですか。うんうん、そうですよね。なんか私の周り結構なんかクリエイターが多いんですよ。それはテレビだから？あ、じゃないです。デザイン系の、あんま仲間っていうか、すごい私が大事に思ってる友達がそういう人が多くて、はいはい、で、まあもう生活成り立ってる子も もちろんいますけど、はいはいはい、それ安定した収入ってなかなか難しいんだろうなっていうのを思っていて、はいはい、でも私テレビの仕事をしてた時に私がちょっと紹介したものとか、はい、すっごい反応返ってこう、ね、はい、売れたりとかするので、これってただ知られるだけで売れるんじゃない、はい、って思っていて、でセールスライターってこう知られて、はい、うまいことちゃんと説明できれば売れるじゃないですか、はい、だから、はい、そういうなんか助けたい人とかを、はい、いっぱい世の中にこう知ってもらうってことがしたいなって思ったんですよね。それが入り口。入り口です。じゃあどうやったら安定した収入になるんだろうって思ったのが入り口です。あははは、要はその価値を持ってる人がいて、ビジネスをやってる人がいて、はいはい、でそれをちゃんとお伝えをするだけで売れたって経験が元々 その本当の出発点 で、それをじゃあなんかもっと専門的にやる、もうちょっとそれを収入をもらいながらやるというか、っていうのをどうしようかって思った時に見つけたのか。そうですね、収入が欲しいとも思ってなかったです、その時は。どっちかというと伝えた、伝えるべきだというか、伝えるべきだって、なんか私が作ったものはなんか写真撮ってなんとなく出せばなんとなく売れてっていうその流れができてたのに、うまく伝わらないだけで私よりもなんかよりもすごい価値がある人のなのに、あのこううまく進んでいかん、進んでると思うんですけど、それかその人たちはその人たちに、なんかもっと他にやり方あるんじゃないかなって思って。なるほど。じゃあ それの時点での有吉さん その宣伝方法っていうのは、あれ、有吉さんが言うってだけ？私の、ブログを書き、あ、たまにそのさっき言った、なんか有吉さんが言ったら売れたっていうのは、ネット販売してた時に写真を撮って物の説明を書いて、自分の商品は、それどこで例えば言うんですか？インターネット上です。ブログ？ブログです。はい、ブログやってたんですね。ブログやってました。じゃあ普通にそのサイトに出品して、売れるっていうのもあったけども、別のブログっていうメディアで、まあ、自分のメディアなんですよね、そこにその広告みたいな感じで、情報を流すことでより売れたっていう。あ、それあるかもしれない。その経験があった。それありますね。まずブログの方が毎日、100人とか見に来てくれて、その中で子育てのこととか作品作りの途中の経過とかを書いていて、それでだんだん物を売ってるわけじゃないんですよ。ただ作り方とか楽しいこととかを書いてるだけなんですけど、そこにだんだん人が集まってくるようになって、じゃあ売りますってなった時に、はい、買いますってなってたので。それなんかあれですね、今思ったらだと思うんですけども、なんかマーケティングの基本やってましたね。そうなんですよ。リストブランディングですよね。そうなんですよ。それをだから後付けで、あ、私これをやってたんだ、あれやってたんだってことが後付けで分かってきた。理論で分かってきました。理論分かってきましたら後付けで分かってきました。要は群衆を育てて、売りたいものができた瞬間にそこに投げたら売れるっていう、それはなんかすごくいい循環。でも本当にそれが一つだったり二つだったりとかしますけど、ちっちゃいあれなのね。そうなんですね。じゃああれですか、そこを専門、そのセールスライティングみたいなのを専門的にやっていきたいと思った理由って他にありますか？他に、なんだろう、本当のこと言ってもいいですか？本当のこと言ってなんかすごい、私寺本さんの、ダイレクトの寺本さんの、あのなんかセールスビデオを見て、あの魔法のペンとか、魔法のペンとかを見て、すごいって、もうなんかちょっと感動して、今本をすぐ買ってそこから入ったんですけど。それはなんでそれに突き当たったんですかね？あ、それこそブログで、ブログランキングのページを見ていて、バナーが出てきて、なんか、起業する前に
職業決めちゃいけないみたいなバナーが出てきて、それがバナーが出てきたってことは多分その時点で有吉さんはだいぶ企業とか調べてました、あ調べてました、ね、その時点で、とかあとそのセールスライティングって言葉は知らなかったかもしれないけど、なんかそういう系のキーワードでいろいろ調べてたんでしょうね。そうですね、企業に関しては調べてます。それやっぱり今子育てが落ち着いてきたっていうのが背景にあって、やっぱり自分でその何かやって仕事としてやっていきたいと思いがあったからですか。ありましたね、その時にはもう、まあなんか決まってなかったです。この手作り販売がもっとうまく売れたらいいなとか、それぐらいしか思ってなかったです。そうですね、でそれでセールスライティングと出会ったって、そこからどういう行動されました。そこからまず本読みますよね、読破しますよね、習得ハンドブック、でセールスライティングのメルマが届きますよね、そしてね、もうお決まりのルートですよメルマが届きますね、届きますね、でそのうちもっとセールスライティング勉強しませんかって来ますよね、勉強しますってなって12週間、はい、12週間、なんか AWA、 それが先かな、もしかしたら AWA、まあ、イコールですけどね、イコールですよね、それのプレゼントとして12週間もらいました。違います、いや、その人もいます、その逆の人もいます。そうなんですね、はい、いろんなパターンがあるんですよね、で、その一緒に、一緒に買いました、その時一緒に買って勉強しました、ちゃんとやりました、最後まで。本当ですか？ AWA はまだその12週間きっちりやりました、それで今のところなんか書いてみたりとかってしてました、してます、してます。どんなこと今？今メルマガも毎日書いてますし、自分の。それ誰向けですか？私の知り合い向けっていうか、リスト何人ぐらい、今ね100人ちょっとです。それでも100人いるんですか？そうなんです。知り合いだけで？知り合い、いや知らない方とかももう今登録してくださってますけど、それはその中の方々はどんな人が多いですか？同じような主婦ですか？主婦の方が多いと思います。地域のちょっと活動したいなとか頑張りたいなっていうママたちのグループがあって、そのグループを作るためにっていうか、応援するためにそのリストを集めてたんですね、ずっと。その、人たちに今送ってます、なるほど、どんな内容を書いてなんか楽しい生活しようよみたいなそうざっくりしてます、いいことだけっていう題名で、ブログじゃなくてそのメルマガの題名がいいことだけっていう題名なんですけど、なんかいいことだけを書く、そうそうそう、で楽しい気持ちをペイフォワードするみたいな、そのメルマガっていつから始めてるんですか？それが、7月1日から始めて毎日やってるんですけど、今年のやっと始め、毎日なんかきっかけ、いろんな人に毎日が絶対いいって言われていて、毎日送ってくださるメルマガを読みながら勇気をいただいたり、北岡さんとか楠瀬さんとか、毎日がいいよって言ってくださる方が何人もやっぱりいらっしゃるので、やっぱりやってみようって、これは一回やってみようと思って始めました。その7月1日の時点でもリストって100あったんですか？なかったです。そっから増えた、その時点で、そうですね、そこからだいぶ減りました。毎日送るから、相当減りました。解除されました。相当10、20は多分解除されました。もうだんだんね、うざくなってくるというか、でも、その時点で100なかったんですよ。なんか、80とか、なんか本当それぐらいだったのが、今100あるので。で、トータルで増えてるんですね。増えています。それそのメールのライティングにその学んできたセールスライティングの知識ってどうやって生きてると思います？多分私10年前ぐらいから、2007年からブログやってて、ずっとブログやってたんですよ。書くことずっとやってたので、その頃からのそのなんかリズムっていうか、書くリズムとかが多分今も続いてる感じです。それをなんか使って別にあれですか、収益上げようって感じじゃないわけですよね。そうなんですよ、趣味でというか、まだ今のところは、そうなんです、そうなんです。なるほど。でも何のためにやってるかっていうと、関係性作り、今はそれが分かっててやってますけど、なんかやっぱブランディングっていうか、今後何かやっていきたいなって思った時に、なんかやっぱりなんかね、自分で書いているってことも大事だろうし、
もうかけ、そのかけてるっていうことを伝えることも大事だろうし、あでも100かちょっと分かんないですけども、うん、それって今後例えばセールスライターとして仕事を取ろうと思った時にも、うん、すごく使える100人じゃないですか、うん、すごい近い人たちばっかりなの で、 まあ私のことが大好きって思ってくれてるかどうか分かんないですけど、私はそうなんか関係を作りたい、私は大好きと思ってるから関係を作りたいと思ってる人たちばかりなので、うんうん、大事な人たちです、うんうんうん、ちゃんと育ってて向こうからも有吉さんのことが好きだとか思ってくれるようになったら、例えば仮になんかセールスライターになろうと本格的に思って、うんその仕事を取りたいと思った時にそのリスト絶対使えると思うんですよ。で、まあ、なんなら前作ってた小物を売るにも使えると思う、うんうんうんまあ、それ売るっていうことをやるのが目的だけじゃ ないと思うんですけど、あくまで今言ってる関係性っていうのが大事なんですけども、どうにでもなるというか、そうですね、そういうのがあると。それ何に使いたいか思い出しました。私口コミに使いたいと思ったんです。口コミ、うん、なんか私がいいなって思うものを伝えたいっていうか、はいはい、それこそ一番最初にやりたかったことですよね。すごい、そうですね、私の友達すごいいい絵描くんだよとか、すごい面白い本描くんだよとか、そういうのを伝えたいなって、そう伝える人が、うん、受け取ってくれる人がいてほしかったっていうか、ね、うんうん、でもそれってまさに今言うとなんかその言い方だとなんかちょっとこうなんだろう、善意でやってるだけな気もするし、うんうんうん、まあ、もちろんそれでいいと思うんですけど、うん、結局セールスライターがやるべきことってそういうことで、うんうん、それが例えばクライアントからお金をもらってやるのかどうかの違いじゃないですか。あ、なるほど、うん、クライアントからお金をもらってやるんだったらそれはセールスライターとして仕事としてやってるって感じになるんですけども、はい、結局基本は自分がいいと思ったもの、うん、自分が価値があると思ったものをその価値を求めてるであろう人に伝えるっていうのが我々の仕事なんですよ、はい、根本は、うん、ってことを考えるとなんかすごく純粋にそこを楽しんでやってるんだ。そうなんですよ、楽しんでやってるだけでどうやったらお金につながるのかなっていうところがまだ。お金には稼いで、お金としては稼いでいきたいですか。うん、なんかその人たちからお金が欲しいっていうわけではなくって、なんかここでなんかできるようになった技術を使ってきちんとお仕事として成り立つようになるといいなって思ってます。はい、でもまあすでにこうメルマガって形になりなんなりで実践されてるから、まあ、今後それは生きていくんじゃないか。それ今そんだけ活動されてて、お子さんも大きいとはいえ、そのご家庭とその仕事みたいなところの両立って今どう考えてらっしゃるんですか。まだ大変なところあると思う。まあ、多分家族の方がすごいシュッてなってて迷惑かけてると思います。それの理解みたいなのはある。理解はすごい応援してくれます。あ、本当ですか。息子たちは、うん、あ、息子さんが、うん、息子たちはママ頑張れ、うん、頑張れ行ってきていいよって、うん、応援してくれます。それは今日もそうですけど、うん、それは何だろう、そのうん、そうするためのコツとか。え、なんだろう、必死なんですよ。なんかとにかくママが必死だと常に必死にやってるので、うん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 、なんか夜中もそうですし、 朝も結構毎朝早起きして、はい、ライティングとかやってるので、はあはあはあ、うん、でもちゃんと弁当とかも作っているので。そうそう、もちろんそうですよね、はい、なので必死なとこがもうバレちゃってる。だから応援してくれると、うん、いいよ行ってきて、そこの理解あると全然違いますよ ね、うん、あ、夫もそうですけど、はあはあ、うん、あ、まあ、どう思ってるかわからないですけど、うん、まあ、やらせてもらえてるだけありがたいなって思います。なるほど。じゃあ今後有吉さんはセールスライターとしてはどうなっていきたい。そうです、そこが分からないから多分お金が稼げないんですよね。まだじゃあ決まってない感じ。収入として柱の一つにはしたいわけですよね、セールスライティングを、はい、うん、あ、そうそうそう、セールスライターになりたいっていうよりも、うん、セールスライティングを身につけて、うんうん、マーケティングも、うんうん、学んで、うんうん、そのなんかマーケット作るみたいなところをやっていきたいというか、すごい楽しいなと思っていて、うん、今区役所とかと一緒に女性フェスをやっていたり、はいはいはい、企業さんの女性フェスのお手伝いに入ってたりとかするので、はいはい、そういう何もないところからこう立ち上がって、そういう大きなフェスが出来上がっていくとか、すごい楽しいなと思っていて、そういうの
今はそこにマーケティングとか私の力は入ってないかもしれないですけど、そういうところでどんどん作っていけるようになって楽しい。なるほどね、はい。まあ、でもそれはおそらくセールスライターとして突き詰めていけば自然と身につくべきというか、うん、そのマーケターみたいなのところも理解しないとセールスライターやれないじゃないですか、うん、一つ一つコピーを書いてればいいわけじゃなくて、今言ったようにフェスやると、うん、じゃあそのフェスっていうものを成功、なんかこう目的、例えばなんか来場人数なのか売り上げなのか分かんないですけど、うん、っていうのを達成するために、あの何から始めればいいのか、その辺を一から考えるのがマーケターじゃん。そうですね、うん、何を作るか、どうやって人に来てもらうか、そうどこからお金を出してもらうかみたいな感じですね。でもそういうのってセールスライターとしてスキルが上がっていけば自然とそっちもできるようになると思うんですよね、うん。ですからおそらく今の目の前のことをちゃんとやっていけば、おそらく将来自分でもそういうフェスみたいなのが、うん、有吉さんが回せるというか、うん、みたいな未来は絶対あると思う、うん、ワクワクしますね、うん、そのためには今後どういうものを身につけていかなきゃいけないと思います。もう本当に ロングセールスレターとか書いたことなくて、はい、はいはい、まだね、うん、そういうのをきちんと書けるようになりたいです。なるほどね、はい、うん、でもロングって、まあロングってものにもよりますけど、うん、まあ結構あれ長いじゃないですか、うん、あれ一人で書くものなんですか、ね。まあ、書くなら一人でしょうね、うん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 、基本的には、うん、その構成とかをきちんと理解してできるようになるといいなと思います。なりたいなと思います。なるほどね、うん。なんかそういうフェスとかで使う機会あります？ あると思います、うん、あります。きちんと説明してきちんと、まあ、ロングじゃなくてもそれがなんか1回、うんうん、2回、3回って分かれてメールとして送ってもいいと思うんですけど、リストがきちんとあってちゃんと説明していくっていう形にしていけるんであれば、はいはい、そういうレターが書ける技術は大事だろうなと思います。なるほどね、うん、分かりました。じゃあ、最後になんですけど、セールスライターを目指そうとしている人って結構この世にいっぱいいると思うんですけど、聞いた話によると半分ぐらいは女性なんですって。それってセールスライターっていう仕事ってなんか一応僕の周りには男ばっかなんですけど、世の中には女性もいっぱいいると。た場合に、まあ、女性がいるんだってことはやっぱその中にもかなりの割合で同じような環境の方、はい、有吉さんと主婦みたいな、ね、子育てもしてるみたいな方って絶対いっぱいいると思うんですよね、うん、そういった方に何か一言お願いします。とにかく書くってことですかね主婦でもと、うん、毎日書くってことですかね、うん。それは有吉さんの場合はメルマガ、メルマガ、ブログ、何かしら毎日書く、うん、本読んで気づいたことを気づきとして書いて残すとかでもいいですし、本当に文字として言語化して残すってことがすごい大事だと思います。最近毎日毎日やっていくうちに、これ毎日やることすごい大切だなって思ってきたので。うん、なるほどね、はい。時間が取れなさそうな日とかないですか？うん、家事なり何なりで忙しくて。ありますあります。朝から晩までサッカーの試合とか ありますでも書けます、うん、そういう日は書きま す, 書きます、はい、朝早く書くか夜帰ってから書くか、そうどっちかですね、うんうん、まあ、うん、甘えてどっちか本当は時間決めて書くといいんですけど。じゃあすごいあれですね、うん、主婦として頑張ってらっしゃる、主婦としても、うん、セールスライターとしてもなんか非常に頑張ってらっしゃるのかなって思いました、うん、はいって言いたいところですけど、ちょっと主婦の方がねちょっとおろそかで家事か、うん、もう、うん、あれですけど、まあ、僕男ですけど、はい、母見てて尊敬するから、うん、まあ、同じですね。なんか何でも全部やるじゃないですか、母親って。母はね、そうなんですよね。3人いたら3人のスケジュール管理もしつつ、自分の管理もしつつ。そうですよね、うん、まあ、旦那さんはどうか知らないですけど、旦那さんはきちんと自分で管理してくださるまあでもね、それで旦那さんが外したって大変だと思うんで、はい、なんかすごい尊敬するんでね、今後もそういうその気合というかやる気というか、うんうん、はい、主婦でもこんだけできるわけだし、うんうんうん、子育てで忙しいって諦めと言って諦めないで、ぜひちょっと頑張ってほしいなと思 う、ね、僕はあるので、うん、そういった方にね、うん、仲間になってほしいですよね。そうそう、主婦だからこそさせてもらえるっていう感じかもしれないです。あ、逆にね、もしかしたら逆に、そうですね、それはあるかと思う、うん、働いてないから主婦だからこそこうやってちょっとさせてもらえて、うん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 、旦那さんにありがたいなっていう感じの方が強いかもですね、うんうんうん、なるほどね、わかりました、はいはい。じゃあ同じような人のいい参考になればと思っております、うん、はい。じゃあ以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。